そこまでダービー馬の優秀な種母馬の割合高くないよね。そりゃ仕方ないよ。ディープ金亀。そこが異常なだけや。特に金亀の時なんて2着ハーツ、5着鈴鹿マンボ、6着ダメジャーまで優秀と来てる。ダービー勝っても種母馬入り断られるダービー馬もいるし。断られてたのになぜ種母馬に。生産者じゃなく馬主に断られたダービー馬やん。年間200頭とか平気でつけるようになったから優秀と言える枠が減ってるのもあるよね。03から05とかちょくちょく大当たりは出ると思う。単管とか絞ってそういう話に持ってくなら知らん。ディープ金亀は除外しないと、特にディープは春天勝ち馬は種母馬として優秀、とか言えちゃうし。何を言いたいのかさっぱりわからん。逆にダービー一発屋に絞って種母馬成績そんなに良くないよねって話されてもそりゃ G1 一発屋だしなとしかならんだろ。ダービー馬の種母馬打率は高くないが同じ条件のジャパンカップの種母馬打率は最近特に高めという謎。大物種母馬が出てくる頻度考えたらしゃあない。というかダービー馬が種母馬云々は日本に限った話じゃないしね。日本のダービーはイギリスの真似したんだから種母馬選定競争も A ダービーに習った建前でしょ。ダービー単管で活躍した種母馬って誰がいる？金亀は単管？ NHK 勝ってるから違う？アドマイアベガとか？絆だったりスペだったり、あとギムレット？金亀ディープ、ブラ、リーディングサイヤーの共通点がダービーなわけだし仕事してるっしょ。古いのなら雲旗とかリーディングサイヤーにもなっとるな。サツキ賞と菊花賞と比べたらどうなんやろうな。ジェンポケはどう？ようやっとるカンタダ同期がカフェタキだから相対的に微妙。サンデー溢れ返ってる中いろいろつけれたと思うし、そもそもディープ以降はディープ3区のダービー馬ばっかりでは。ダービーだけしか G1 勝ってないだと優秀なの少ない印象。ダービープラス秋天もなんか微妙な印象。パッと思い浮かんだの3頭いるけど3頭とも微妙だな。その組み合わせはスペとフラッシュとレイデオロとウォッカかな。スペはかなりやったしフラッシュは一発当てたしデオロはこれからに期待。スペ微妙か？やっとる方ではあると思うんだが。そもそも秋天勝ち馬自体微妙感ある。台はメジャー。シンボリクリス S。ダメジャーはともかくボリクリはどうなんだ？まあダメってほどではない期待してたレベルではなかっただけで。エピファネイア出しとるやんけ。ライン残してるのは知ってるよアベレージの話。値段不相応だっただけであんだけ重賞馬や G1 馬出してや失敗なわけないだろ。G1 5勝と秋天、中山2000、勝ち経験を同一にはできんやろ。後者も G1 4勝だし。待てよモーリスもいるぜこいつも外れち？それはそう。エアグルーヴ。反則。は置いといて、G1 を2勝くらいで見るとフラッシュが一番になりそうなのか秋天。ダービーだけというか G1 1勝がそもそもあまり種母馬成績良くないだけな気が。割合で言われると勝ち馬はほぼ確実に種母馬入りするプラスダービー査定で質も高めになりやすいこともあって、外れが目立ちやすくなってしまうところはあるけどちゃんと当たりも出してるから役割は果たしてると思う。まあ、サツキと菊には実績負けてないだろうし、それでいいんじゃない。そら単管だけ取ってぶっ壊れましたとか、その後数年走ったけど勝てませんでしたじゃ種母馬勝ちないだろ。ダービーが通過点なのとダービーが最高地点の違い。単管だけど絆はやってる方でしょ。絆はようやってるを超えてる気がする。クイルの違いいのかね。絆以上の種母馬成績の非ダービー馬なんて何頭もいないだろって話だよな。長距離廃れてきてるとはいえ、キクプラス中距離 G1 勝利馬は割と成績いい気がする。やっぱ取れなかったとはいえ、奇跡に期待していい？取れたか取れてないかは大きいのでは。ジャパンカップはあれ実質取れてるでよくない？暴論、と思っているので期待してる。長いこと走ったし。キクもサツキも単管馬は微妙だしな。G1 馬出せたらようやっとる方よ。菊花賞馬はピンパーなイメージ。その中で中距離適性がある馬はヒットしやすい。菊単管はうっかりすると適正距離がねえ。まあサツキ宝塚有馬勝ってるゴルシなんかは単管じゃないけど3区の平均勝利距離が2000メートル超えちゃってたけど。なんか複数の距離区分走って勝ってる馬が種母馬として耐性しやすいイメージある。菊とジャパンカップの組み合わせは大種母馬になるイメージある。特にダービーと同じ距離のジャパンカップは種母馬勝ちめちゃくちゃ高い気がする。どっちも切れ味が大事なコースだから菊花賞も正直単管は別によくねえよな。菊花春天宝塚も G1 3勝のくくりで考えると微妙な印象。菊単管の種母馬といえばダンスインザダーク。そもそも G1 1から2つしか取れてない馬はなかなか成功しなさそう。一部例がいるけど。サツキ賞単管はアグネスタキオンかな。府中2400自体は良さそうよね。ジャパンカップならエキファやスワーブも含まれてくるから府中2400は信頼度ある。内国産馬のリーディングサイヤー全7頭、サツキ賞馬3頭、ダービー馬4頭、菊花賞馬2頭。
クラシック未勝利1等ちゃんと守護馬選定競争として働いているのでよし。ちょっと1等がクラシック全かぶりなのと最新のサヤーも皐月賞を一緐に取ってますよね。皐月賞も菊花賞も単冠はあんまりな時点で変わんなくねえかな。クラシックのみで単冠であって他で G1 勝ててるやつも含めたらわからないけど。マカシキも9歳の札幌記念でようやく守護馬入りに動いたわけだから繁殖のラインナップももろにそれを反映させたもの。総合するとクラシックとコバジャパンカップが大事ってことでいい？そういうことっすね。ダービーが大事なのは確かだけど、一番と言われるのは伝統を守るためという意味が強いからというのも忘れちゃいけない。まあそうですね、クラシックとジャパンカップのくくりで見ると、サツキ単冠プラスジャパンカップオペラオーダービー単冠プラスジャパンカップスペシャルウィーク、ジャングルポケット、菊花単冠プラスジャパンカップエキファネア、北さんブラックだからやっぱ菊プラスジャパンカップが一番いい感じはする。それ一個しか買ってないのと複数買ってるうちの一つがそれなのではだいぶん話が違うと思う。話題に上がらないだけでサツキ賞馬や菊花賞馬の一覧見てたら、こいつの3区おったんやな。レベルのやついるし。府中2400と府中以外の G1 取るのがいいんじゃないか。鈴鹿マンボ、春天勝ち馬は守護馬としても優秀ですよ。すまんがお前とお前の一個下の春天勝ち馬以降の数年間はひどいの一言やで。君も割と外れ値よりだよね。君はあの種付け頭数と牝馬の質でよく G1 馬を複数頭輩出したなと思う。とはいえダービーとジャパンカップ勝っても結局距離適正同じじゃないんすかって感じなので、ダービーと府中以外の G1 取った方が良さげ。ディープブリランテが気がついたら守護馬引退してたのを思い出したよ。ドバイシーマを見習えていき。日本馬だけに絞ったら母数少なすぎるし海外馬も含めたら一般的な G1 だよ。しかも繁殖上がった馬に絞ると日本産馬かつ日本調教馬で初の海外 G1 制覇。ディープインパクトを破った数少ない。馬の中の1頭、7冠馬とバイアスかかりまくりだしな相関関係はあるだろうが因果関係かまではわからん。まあ3歳児にクラシックなり G1 勝ってる馬ほど守護馬としてうまくいきやすいってのはありそう。3歳のクラシックに間に合う能力がないと3区の勝ち上がりがきっついことが多くなるからな。そういやダービープラス秋天の守護馬が散々なのは有名だけど秋天単冠だとどうなんだ？スピルバーグさん。スピルバーグオフサイドトラップ。桜木とセオネイハイシーガー。まあ賞味全くやね。大阪杯、優秀な守護馬を出すレースです。ジャパンカップの信頼性を上げるやつスクリーンヒーロー。コバ G1 の組み合わせと守護馬を語るときに強制的に平均を下げてくるやつ。DM オペラ王。ボリクリの守護馬成績ってサンデーサイレンス曲子だとスペシャルウィークとどっこいどっこいくらいなんよな。まあ相手牝馬選ばない割には。って感じだけど。切れ味ある菊花賞馬は守護馬として成功するんや。里のダイヤモンド3区が登場するまでわしはそう思ってた。何がダメだったんでしょうね。中距離の G1 勝ちがない？追走力のなさが致命的だったんかな？それが里のダイヤモンドが中距離 G1 で勝てなかった理由っぽいし。マンカフェはある程度成功してるから無理がある。サツキで成功したのだと東証ボーイとタキオンか。後が続いたと考えるとタキオンの方が優秀だけど、待遇悪い時期に三冠馬出したと考えるとボーイの方が上か。東証ボーイ入れるならメジャーやピサも忘れるなよ。ピサは成功カウントでいいのかあれ。21世紀の日本ダービー勝ち馬で守護馬として G1 馬、地方のこういう G1 も含む、出してるのは10頭みたいね。ジャングルポケット、谷のギムレット、ネオユニバース、キングカメハメハ、ディープインパクト、ディープスカイ、エイシンフラッシュ、オルフェーブル、キズナ、ブラメンテ、3組デビュー組のコンちゃんやマカシキおじさんに現役組、牝馬のウォッカを除けば半分以上が G1 馬出せてるし。機能自体はしてそうだけど新しい子もそろそろ増えてほしいね。需要がないから無症状と、ジャパンカップ勝ったのに書面でこう書かれるも乗馬にならなかったベラーズールに悲しき過去。やっぱり複数区分の距離走れる柔軟性3歳で G1 勝てる早熟性。4歳から5歳以降も G1 級の能力を保持する、もしくは持てると想定される、持続性。このあたりが重要では？3区はどうしても親の劣化コピーみたいな性能になりがちだから。親が3歳 G1 勝つくらいじゃないと3区は勝ち上がりもままならないという事態になりがちだなと万世で、守護馬入りした馬の3区見てると痛感させられる。ステイゴールドみたいな外れ値はそういう守護馬たちの屍の上にいる。秋天勝ち馬は確かにまあ守護馬としてあんまり振るってない気はするし、府中 G1 単冠馬が微妙説。まあやっぱ中距離プラス菊は春天が一番信頼感あるかな。実績的にコントレイルやイクイノックスは成功しそうだがシャフリアールとかは微妙かもな。
というか御三家輸入以降のダービー自体が父シュボバが現役で、父親でよくねになる馬ばっかだから単純に、成績が悪いと言われてもそうだねとしかならない。競争能力がそのままシュボバとしての能力に直結するわけではないからな。絆だったりスペだったりがシュボバとしてこれだけ活躍してるし、数ある G1 の中では比較的成功してる。シュボバは多い方だと思われる。スワーベ3区の2歳デビュー率&暴れ具合がわからん。まあ大はメジャーも自身は全く2歳のイメージなくてコバで強かったタイプなのに、3区は早熟性でディープすらぶん殴れるレベルだったし、アルアインとシャフリアールは春のクラシックとコバ G1 勝ったのは同じだけど2000と2400大きい小さいで違うところはあるから、いいとこ取りできるといいね。今は願望よしかできないが、